この魚は何かわかりますか？ハガツオ。ハガツオ。ハガリカツオは？ハガツオ。そうです。上の皮を切る。五島市の寄宿小学校5年生17人が地元の漁師から魚のさばき方を学ぶ授業です。この水産教室は子どもたちに水産業へ関心を持ってもらおうと県と五島市が小中学校などで毎年開いています。せーの、よいしょ。子どもたちは地元で取れたマアジを皮や骨をきれいに取り除き三枚おろしに挑戦。上手ね。初めてやってみたら意外と簡単でした。最後は自分たちでさばいたマアジでホイル焼きを作りました。おいしい？はい、ホクホクしててすごくおいしいです。およそ2時間の水産教室で子どもたちは地元の魚の美味しさを改めて感じていました。